大きい小さいじゃない。どこかにあるものじゃない。果てて目指すものなんかじゃない。すでにあなたの中にあるあなたの目、それが夢。深清です。他人や人のね、目が気になって、なかなかありのままの自分でそうやってね、いることができない、ありのままでいることができませんという声をいただきました。他人を気にせずにありのままに生きるために大事なことは何か。それは他人との比較をやめるということです。僕はこれは自分自身のこう幸せにとっても大切なことだと思っています。人の悩み事の9割は何だか知ってますか？それは他人との比較だと言われています。他人と比べることで自分を傷つけているんです。まさに比較することで自分の心を引っかくんです。比較することで引っかく、自分の心を引っかくんです。引っかいて自分の心を傷つけてしまうんです。比較をした瞬間に必ず優劣が誕生します。あの人よりもいい悪い、あの人よりも上手下手、なんかね、そんなものが比較によってね、生まれてくるんです。実はそんな、競争に参加した時点で必ず負けがスタートするって言われてます。それが競争であり比較なんです。そんな比較をまずはやめてみるんです。そして自分のただやりたいことに夢中になってみるんです。もしその夢中になるときに、例えば不安や心配事が湧いてきたとしたら、喜んでください。なぜなら夢中になっていないっていう証拠だからです。不安や心配事があるときは、実は今を懸命に生きていないからなんです。今を懸命に夢中に生きていたら、心配や不安事を考えている、そんな暇はなくなります。もしも不安や心配事を考えていたら、ゆとりがあるってことなんです。懸命に夢中になっている人にはそんなこと出てこないんです。だからなんだと不安や心配事できるゆとりがあるんだって笑ってみて、それから自分のやりたいことに夢中に懸命に生きてみてほしいなって思います。もちろんそれでもそうしていても、中には他人の言うことや他人の声が気になっている人はいると思います。むしろそうして他人に振り回されている人の方がずっと多いんだと思います。そんな人はこのことを覚えておいてください。何かを言われたり嫌ったりする人がいても、何かを言われたり嫌われる人には原因はないっていうことです。何かを言われたり嫌われる人に原因があるのではなくて、何かを言う人や嫌う人に原因があるんです。わかりやすく言えばゴキブリです。もうこれ名前聞いただけでギャッとなる人いるかもしれません。この時期ね、夜に突然ゴキブリが現れたりすると、ギャーって、叫んで、僕はもう生きてバンバンね、叩いて、やっつけようとする人もいると思います。でも、あれって、そのゴキブリは何かをしたのかというと、実は何もしてないんですね。だけど、そのゴキブリを見た、その人自身が、ゴキブリを見た瞬間に、例えば、テカテカ光る、なんか、黒光りが嫌いとか、なんか過去に触った時に、なんか見ながらギャー汚いとか言われたとか、
あのなんか長い触覚がこうって動いてるのがもう気持ち悪くてとか、その人の中に何か嫌う理由があり、それが反応しているからであって、ゴキブリには何の原因もないんです。わかります？すべてゴキブリを嫌う人に、すべてゴキブリを嫌う人に、ゴキブリを見て何か言うとか嫌う原因があって、嫌われるゴキブリには何の原因もないんです。もちろんゴキブリには、まあ、嫌われてね、まあまあまあ、あのゴキブリ自身はですよ、嫌われて叩かれるから、まあ、必死に逃げますよ。そしてその時にどうしてこんなに嫌われるんだろうとこうね思っているのかもしれません。これと同じことなんです。何かを言われたり嫌われる人に原因があるのではないんです。何かを言う人、嫌う人がいても、何かを言う人、嫌う人に全て原因があるんです。そのことを知っていたら、何かを言われたり、あなたのことをね嫌う人がいたとしても、ああこの人に何かあるんだなーって、そんな風に受け止めて気にならなくすることができます。そんな他人の原因までね自分自身が拾って気にしていたら、いつまでもなんかね自分自身を楽しめなくなってしまいます。だから最初に言った他人との比較をやめて、他人を気にすることをやめて、何を言われようが、もしもね嫌われていようがですよ、もう自分自身の人生を懸命に夢中に生きたらいいんです。だってあなたがもっともっと本当の自分を生きたいって思ったり願うのは、ちゃんと本当の素敵な自分が自分の中にいる、あるからなんですよ。叶えたい夢ややりたいことが浮かぶのも同じです。あなたの中にやっぱりあるから、もっと言えば叶えられるから、あなたの中に宿って何度も何度もそのことが浮かんでくるんです。そんな自分の中にある宝探しに夢中になってみませんかって。最高の宝探しです。だって絶対に見つかるね、宝探しだからです。なぜだから、なぜだから、なぜだと言えば、絶対にあるってことを本当の僕たちは知っているから求めるんです。あるから僕らは探すんです。つまりあることを心の奥にいる本当の私たち自身は知っているんです。さあ早速本来の素敵な自分を楽しむ人生という旅始めましょうよ。そんな風に思います。深きよでした。